イシドールス、セビリョのイシドールス、英語、セインツイシドレ・オブサビル、560年頃から636年4月4日、は、中世初期の神学者で、高ラテ天教父の中でも、最も重要な神学者の一人であり、カトリックでは、インターネット利用者及びプグラマーの守護聖人、30年以上セビリア大司教を務めた、中世のヒスパニアの地域で書かれた後の歴史書は、すべて、 このイシドウルスの歴史を反としていた。イシドウルスが生きたのは古典文化が没落し支配者の暴力と無学が横行していた時代であった。イシドウルスは長兄レアンデルと協力して西郷東のアリウス派信仰からのカトリック改修に関与した。そして兄の死後も彼はカトリック不協の努力を継続した。レアンデルと同じようにトレドとセビリアで開かれた 宗教会議で主導的な役割を演んた。レアンデルとイシドールスの兄弟は、その政治的手腕によって、今日の歴史家から見ても意義のある変化をもたらしたとも言える。なぜなら、この教会会議で発議された西郷と王国の法令は大義政政治の発達にとっても重要な契機となっているからである。農業の守護聖人で、マドリードの守護聖人である聖イシドロとは別人である。 イシドウルスは四人兄弟のバッでセベリアヌスを父に持つ。カルタヘナで生まれたと考えられており、母については数説あるものの定説はない。西五島をカトリックに改修させた功績により、家族は全員劣勢されている。イシドウルスの一家は彼が幼い頃にセビラへ移住し、彼は初等教育をセビラの聖堂学校で治めた。ヒスパニアにおける カトリックの教育機関としては最初のものであったと思われる。この学で、イシドールスは七自由学芸を当時最も博識な学者に教授された。イシドールスは勉学に励み、驚くほど短い間にラテン語、ギリシア語、ヘブライ語を習得した。彼が修道士になったことはおそらくないと考えられるが、修道士向けの十分な教育を受けており、 いずれの修道会にも属していないにもかかわらず、高い尊敬を集め、司教に助任されて、あとは修道院を手厚く保護した。六百十九年には修道院運動に反対した聖職者たちを厳しく批判した。兄のレアンデルが死ぬと、イシドールスは公認としてセビラ大司教に就いた。 セビラ大司教としての長い在任期間中、彼は崩壊と混乱を食い止めることに費やした。古代ローマ帝国の制度と古典古代の学問は急速に失われており、ほぼ2世紀にわたってゴート族の支配を受けてきたヒスパニアでは、ゴート族の野蛮な支配が文明社会を逆行させる恐れがあった。霊的な統一と同様に、世俗的な幸福もそれぞれ異質な文化の完全な、 融合によりもたらされると考え、イシドールスは様々な民族で成り立っていた西郷東国を均一な国民に統合しようとした。そのために、イシドールスは宗教と教育のあらゆる資産を利用し、それは完全な成功をもたらした。西郷東族の間に深く根を張っていたアリウス派信仰を完全に根絶し、宗教的な規律がヒスパニアの至るところで強化された。 618年あるいは619年の11月13日に、シセブとオートーチカのセビリアで、教会会議、第2回セビリア会会議が開かれ、この会議には、ヒスパニアの司教だけでなく、ガリアとナルボンヌの司教も出席した。この会議の決定によって、アリウス派は、決定的に排除された。633年12月5日に開始された第4回。 トレード協会会議にはヒスパニアのすべての司教が出席していた。この会議は数年にわたって続くが、その間イシドールスは審議を主催し、大部分の決定は彼の首相によるものであった。この協会会議はイシドールスの性格で忍耐強い精神と影響力によって実現したと言ってよい。さらに、この協会会議で王が占めた位置は注目に値する。協会は 完全に独立で自由であるとされ、一方で王への忠誠によって縛られると定められたが、ここには、教会の管轄について、ローマ教皇へのいかなる言及もないのである。また、石ドールスの発意によって、背びらの聖堂学校に習う形で、ヒスパニアうちのすべての大聖堂に紙学校設立を、ジル法令が出された。石ドールスは、ゴート族の野蛮な習慣の広まりを、教育によって、 食い止めようとしたのである。彼の熱意によって、セビリアでは、学芸が、盛んになり、この時代の啓蒙運動の中心となった。七自由学科の他にギリシア語とヘブライ語の学科も設けられ、法学と医学についても関心が寄せられるようになった。すべての司教はこの教会会議で定められた、教育の方針を義務付けられた。石ドールスは、最後の偉大なラテン教父であり、 古代のキリスト教哲学の長尾を飾っている。イシドウルスは疑う余地なく、この時代で最も教養ある人物であり、中世の教育活動に計り知れない影響を広範囲にわたって及ぼした。イシドウルスと同時代人であり、友人であったサラゴサの司教ブラウリオは、イシドウルスをヒスパニアの高度な古代文明に反乱した蛮族の野蛮の津波から、 シベリアの人々を守るために、神によって使わされた人物であると考えて、653年の第8回、トレド協会会議で、驚異の学者、カトリック教会が誇る東大の栄光、最近の時代における最大の教養人であり、常に賞賛と共に呼ばれる石ドールスと述べた。この賛事は688年に開かれた第15回、トレド協会会議で正式に承認された。 中世において絶大な影響力を持っていたイシドールスはヒスパニアの協会会議における業績とも相まってヒスパナ協領集コレクテオヒスパナの編纂者と誤って考えられたそのためヒスパナ協領集をイシドールス収録コレクテオイシドリアナとも呼ぶヒスパナ協領集の原型は589年の第3回トレド教会会議もしくは633年の 第四回、トレド教会会議際に、ガリアやヒスパニアにおける議決を、ディオニシアーナ協領集、コレクテオダイアニ7に増補する形で成立したものであり、その後も9世紀まで贈呈が続けられ、さらに多くの教会会議の議決や、教皇令を再録した。一方、もう一つのイシドールスに固くされた、協領集の方は、ニセイシドールス協領集、 カナナムコレクテオスドイシドリアナと呼ばれる。こちらは九世紀頃に成立したもので、再録されている橋梁のほとんどは偽作されたものであった。中でも有名なのはコンスタンティヌスの寄進状と呼ばれる偽文書で、これは中世において正式なカノン法令集に再録され、教皇主意見の根拠として利用された。語源、や、 その他の著作でのイシドウルスの完結で明快なラテン語は古典的であるとは言えず、西郷土族の言葉の影響を受けた俗ラテン語である。これは過渡期の著述化の大部分に見られる特有の欠点であり、またこのことから西郷土族がヒスパニア社会に顕著な影響を及ぼしたことが判明する。イシドウルスはおそらくラテン語を母語とする最後の話者の一人である。 アラビア人が古代ギリシア哲学の英知に触れるはるか以前にイシドールスはアリストテレスを同国人に紹介している。イシドールスはカトリックの同胞のために一般的な知識を体系的に編纂した最初のキリスト教著述家であり主張、語源はまさに百科事典的な総合的な内容を持っている。この全20巻448章にわたる中世。 最初の百科事典で、イシドールスは、古代から彼の時代に至るまでの、生俗両面にわたる、あらゆる学問体系を集約した。この著作のおかげで、多くの古典時代の著作の記述が、断片的に散逸を免れた一方、この著作が原著作よりも重んじられることが多かった、ために、原著作で散逸してしまったものが多いことも、事実出る。語源に対する高い評価は、 百科事典的な著述活動に刺激を与え、中世以降の時代に大きな実を結ぶことになった。この著作は、中世の収集図書の中で最も人気がある外説書で、ルネサンスの時代まで継続した人気を保ち、1470年から1530年の間に10版を重ねるほど印刷され続けた。12世紀にイスラームを経由して、再輸入されるまで、 西ヨーロッパ人にとって、イシドウルスはアリストテレスやその他の古代ギリシャの著述の貴重な情報を提供したが、ギリシャの古典全体から見れば、それは限られた一部に過ぎなかった。語源は中世の説話集に好んで引用された。イシドウルスは語源で地球が球体をしていることを説いている。語源での言及の仕方は曖昧であったので、一部の著述家は、 円盤状と書いてあるのではないかと考えた。しかしイシドールスの他の著作を参照すれば、彼が明らかに地球を球体と考えていたことがわかる。イシドールスは伝説的で証拠がないにもかかわらず、地球の裏側に人が住んでいる可能性を認めていた。イシドールスの円盤状のアナロジーは中世の地球球体説論者によってしばしば引用された。 上記以外の著作楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。